アンダース・ビオーラーは、スウェーデン・イエーテ・ボーリ出身のミュージシャン、映画監督、映像編集者。アット・ザ・ゲイツとザ・ホー・オン・テッドのギタリストとして有名である。アット・ザ・ゲイツ及びザ・ホー・オン・テッド等で共に活動していたヨナ・ス・ビオーラーは、双子の弟である。スウェーデン語では、アンデ・シュビオーラーの方が近い読みである。1990年に、フェションを結成し、 ミュージシャンとしてのキャリアをスタートさせる。フェションはデモ CD をリリースしたのみに終わる。同年中に、アットザ・ゲーツをトーマス・リンドバーグ、ヨナス・ビオラー、アルフ・スベンソン、エイドリアン・アーランドソンと共に結成する。ちなみに、トーマス・リンドバーグ、ヨナス・ビオラーとは、フェションでも共に活動していた。アットザ・ゲーツでは、半数以上の楽曲の作曲を行った。また、 1990年に短期間ではあるが、ライアーズ・イン・ウェイトに参加していた。アット・ザ・ゲイツは、4枚のフルアルバムを発表した後、1996年に、解散する。1994年には、ディセクションのジョン・ノトベイト、ヨナス・ビオーラー、エイドリアン・アーランドソンと共に、テラーを結成するが、デモをリリースしたのみに終わっている。アット・ザ・ゲイツ解散後、ヨナス・ビオーラー、 エイドリアン・アーランドソン、および当時セインス、サタニックスローターのパトリック・ヤンセンと共に、ザ・ホーンテッドを結成する。2001年から2002年にかけて、学業専念のため一時期ザ・ホーンテッドを脱退しているが、間もなく復帰し、活動している。ザ・ホーンテッドでも多くの曲の作曲を行っている。2007年には、アット・ザ・ゲイツをライブ活動限定。 期間限定で再結成し、2008年に再び解散した。さらに2011年に再々結成し、ライブ活動を行う。2012年10月、ザ・ホーオン・テッドを脱退した。脱退後は、アット・ザ・ゲイツに加えて、ソロプロジェクトを立ち上げ活動していく。2013年に初のソロアルバム、アンティーキ・ザ・アをリリースした。ソロアルバムではギターに加えて、 キーボード、メロトロンや、モーグシンセサイザーなどの鍵盤楽器も担当した。また、ゲストには、メッシュガーのティック・ローグレンらが参加した。2017年3月、アット・ザ・ゲイツを脱退した。また、ホラー映画のファンで、自身で映画を撮るほどであった。その関係からか、ミュージックビデオやドキュメンタリーの監督、編集も行うようになった。ありがとうございます。